天の七夕姫の神の技術がヤバすぎる。天の七夕姫の神は、甲州絵に登場する旗織の女神で、天の岩戸に隠れた天照に捧げる甘味噌を売り上げました。高見むす姫の娘で、前尊に右の母親であるよろず旗豊秋津姫の御事も旗織の女神と考えられることから、この二柱の女神は同一神であるという説が唱えられています。そのため主祭神として二柱の女神を一緒に祀っている神社もあります。また、同じく甲州絵に登場する天の葉月夫の神という別の旗織の神を祀る神社に、一緒に祀られている場合も少なくありません。生糸や織物を製造する繊維業の守護神として、古くから信仰されてきた神様ですが、中国から手芸の上達を祈願する七夕の文化が伝来すると、七夕伝説の織姫と同一視されるようになったことから、恋愛成就の御利益も合わせ持つと考えられるようになりました。刺繍や裁縫、さらに編み物など衣類に関連する仕事や趣味を持つ人におすすめの神様です。このチャンネルでは、日本の神様シリーズを毎週金曜日19時に更新しています。興味がある人は見逃さないようにチャンネル登録よろしくお願いします。また見てね。